こんにちは。杉本慶太です。元名古屋グランパス、現在春日井クラブで所属してサッカーやってます。今日はね、この出羽先サミットに来て、今イベントをやってます。で、子供たち、ね、子供たちからおじいちゃんおばあちゃんまで今対決してやってるので、今ね、ここで勝負して勝った人にはなんと、ドリンクチケット500円分プレゼントしてますので、ぜひガチの対決をしたいと思います。よろしくお願いします。頑張ります。お願いします。2級まで。はい。2級まで行ける。2級、はい。女性ということで、ここから。はい、女性はここからなんで、お願いします。緊張しますね。あ、いい感じ、いい感じ。いや、素晴らしい。もういい。いや、ご飯も倒れないよ。いや。頑張って。うまい、うまい、いきますよ、チャレンジスタート。ホームラン、すごい、ホームラン、ホームランしました。最高14本全部じゃない、まだちゃんと盛り上げて。惜しい、そっちの方が絶対、そっちの方が。いきます。これ5試合目、5試合目ですね。5試合目、はい、いきます。ありがとう。残念だったけど、またチャレンジして。いかがでした？いかがでした？朝日くん、はい、サッカーはやってるの？ね、やってない。やってない。学校でちょっと遊びでやってるとか。あ、学校で遊びでやってるぐらい。これを機に言えますか？チャレンジして。ありがとうございます。朝日くん行こう。リュックちょっと、他にリュック渡して。最年少、最年少、最年少、前からいけるんだ。前からラッキー、どうからラッキーだよ。頑張って。頑張って。頑張れ。頑張って。2本蹴れるから。転がして。転がした方が当たって倒れていくから。頑張って。頑張れ。行きます。1個目。おお、マイナー、キックマイ。勝った。おー、すごい。